ついにデモ版リリースされてもう発売間近なのかな。デボルバーデジタルから発売されるウィザード・ウィザーガンをプレイしていきます。このゲーム2022年の期待作としてピックアップしたんですけど、まあリリースされなくて今年ねようやくリリース予定になっています。このゲーム自体見下ろし型のアクションシューティングなんだけど、ドントスターブみたいなオンラインのマルチプレイに対応していて、まあ、資源を集めてね武器とか弾丸を生成して荒野を探索しながらアイテムとかねマップのクラフトを行っていくサンドボックス型のゲームになっています。まあほぼドンスターって感じなので、まあそれのね魔法使いガンシューティング版って感じかな。このデモ版は日本語対応しないっぽいんですけど、ちょっとどんなゲームかね試しにやってみたいと思います。頑張ってやっていこう。それにしてもこの FF のクロマ同士みたいなビジュアル意識して作ってるのかもしれないですね。魔法使いイコールクロマ同士。カスタマイズできるんだ。ハット、アミュレット、ロペットってなんだ、服か、グローブ、ローブっすか、グローブ、ブーツ、バックパック、アイシャープね。あ、目の形変えられるんだ。目の形ね。ハット、ハットは、これ今装備してるのが赤魔導士って感じだけど、おうおうおうおお、これなんかも鉄郎って感じだね。銀河鉄道999の。これだいぶイメージ違うけど、中性っぽい感じ。いいっすね。結構変えられる。やっぱちょっと黒魔導士感出していこうか。アミュレットは、ああ、ネクタイか。ネクタイか。これちょっと、貴族っぽいけど、ロープタイにしてみよう。ローブは、服結構変わるな、印象。女性っぽい感じね。で、バックパックはいろいろ変えられる。あ、これは、うん、魔法使いっぽい。錬金術師っぽい。これは、ウーバーイーツっぽい。四角いやつは嫌だな、これ。うん、これが冒険者っぽいね、一番ね。で、アイシャープ。あ、これ片目がないやつとかあるんだ。あ、目つき悪いな。やっぱこれが黒魔導士っぽいね。アイカラーも変えられる。うん、いいですね。999かよ。赤とかいいかも。コンファーム行こう。お、目が赤だと目立つ。なんかナンパしてきたのか。クエストビギン、ウィザードウィズアウトガン、ゲットムービング。これ今 L スティックで動かしてるんですけど、 R スティックで向き変えられる感じか。これなんか壊せんのか。あ、RT でぶん殴り、ダメージ与えてる。いや、なんか地味。ピックアップは A ボタンね。ぶん殴って壊すんかい。でもこのナンパ戦からさ、アイテム獲得しとかないときついぞ。ドンスターに比べるとどっちかっていうと、バトルがメインになって、ああ、痛すぎる。バトルが結構メインになってきてるんじゃないかなとは思うんだけど、そこら辺もね、ちょっと見ておきたいっすよね。バトルメインもののサンドボックスってあんまないもんね。この木も壊せる。拳が傷つくぜ。殴ると移動すんな。こんな木いらなくない？おっと、誰？ハローウィザード？クリプトマンサー、トーク。オーガーって。You are still alive. よく生きてたな、みたいな。あ、ここら辺はちょっとよくわかんないから、ガンガン飛ばしていきます。どんどん行こう。パンチ RT。それはもうわかった。パンチでよく取れるな、この草を。パンチでいいのか？せめてなんかこう、何か切るもの。ダメだ。これ殴ると絶対腰痛めるぞ。とりあえず、大地がね、結構、どっち？ B ボタンでどっち？これ敵か？遠距離攻撃してくるんかい。いきなり。うわ、独特なドッジ。うおう、これ取りたいけどな。壊し、敵の攻撃では壊せないのか。魔法機械みたいな。この向きがね、固定になっちゃうんですよね。R スティックでこうやっていちいち変えてあげないと、向きは固定になっちゃう。ここら辺なんか自動的にさ、L スティックの向いてる方、向いてくれてもいい気がするけどね。
これどっちで移動できる？ OK。ピックアップ。アップル。コスチューム、アイテム、X か。何か飲んだ。プラス5を回復して、左が下にハートがある。エンプティ。ハートはヒットポイントかな？ここら辺の体力、あと空腹度とかも絶対あるだろう。ちょっと暗めですね、全体的な世界は。クリフトマンサー、彼女は死んだ魔法使いか。もともと魔法使いかなんかがいたってことかな。オープンイベントリー、左ね、オープンクラフティングタブ、これか。アイコンかわいいな。 RB で動かすのか。はいはいはい。あ、ここら辺のやつかわいいっすね。ちょっと、うん、衣装とかも変えられるんじゃないかな、後に。で、今ロメンディティウーテンガンか。なんか木でできた銃って感じ。レシピ、いや、クラフトしてみようか。とりあえずこれクラフト。スイッチトゥーガン、RB。あ、RB と LB で下が動くんね。こうやって。下の丸が動くね。そっかそっか、銃が撃てるようになったってことか。あと100発。うん。ちょっととりあえず撃ってみよう。うん、なんか、撃った。そしてあの Y。あ、補充してる。なんかすごい昔ながらの補充。火縄銃みたいな補充の仕方。弾丸の補充の仕方。おうおう、これでついにシューティングっぽくなったのか。ポーションレール X ホールド。長押しすると、あ、長押しすると、このアイテム出せるのか。これ結構便利だ。インターフェース便利だ。どんどん進んでいこうか。なんか怪しい雰囲気。デボルバーデジタルっぽいな、こいつら。登場人物怪しい。そしてあそこなんだ。しかしこの大地が結構つながってないのがもったいないかもな。とりあえずよくわからないから飛ばそう。ストーリー的なやつは飛ばそう。すまんな。おっと、なんでこいつ。なんでこいつ。こいつらが敵なんか。あ、連打しなくても押しっぱなしで攻撃してくれる。いや、なんかめっちゃ出てくるんですけど、弾がなくなる。本体にダメージ与えないとダメだぞ。で、何も出ない。アルカナかなんか拾ったぞ。カオスか。カオスっていう敵が襲ってくるのかもね。ドンスタみたいにガンガン体力減っちゃってる感じはないけど、アンロックザドアウェイ。なんかドア開けろみたいな話？ドアウェイ、ドアの道？これか。ドアウェイ。ドアウェイは日本語にすると？どこでもドア。ほんとか？リペア、ドアウェイ。アルカナを使ってリペアするのか。さっきのカオスが落としたアルカナ？リペアできんの？で、ドアが開くと、別の次元に行けるみたいな感じかな。タワーフェアウェル。タワーフェアウェル。エンターザドアウェイ通じたタワー。タワーの中に入れるのか。あ、クエストコンプリート。クエストがあるのか、このゲーム。ザ・タワー。目的がある系のサンドボックスか。それはそれでありがたいけどね。あそこ気になる。これなんだ。ああ、ちょっとソウルが、魂がやば。え、魂を捧げて開けるの、先に進めるようになるの。探索っていうか、もうほぼ RPG じゃね、これ。あ、このゲームいいかもな。なんかね、サンドボックス系だと意外に何していいか分かんなくなっちゃうなと思う人結構いるかなと思うんですけど、僕とかそういうタイプなんで。いや、最初から何していいのか全く自由度高すぎて何していいか分からんみたいな。
まあ、結構あると思うんですけど、こういう RPG 系になってくるとね、やれること決まってくるんで、ある程度道筋がいい意味で決まってくるから、プレイしやすいゲームなのか、それともただのチュートリアルなのか。まあ、ザ・タワーの中はあれか、拠点か、拠点があるのか、このゲーム。なんだこれ、コインみたいなのが落ちてる。ピックアップギア、なんか拾ったぞ。拾ってずっと上に出てるけど、アルカナバンク、これアルカナを中に収めておけるのかな。そうだね、アルカナもしかしたら死んじゃったりしたら落としちゃうのかもしれないね。ソウルと一緒で。ギアを3つ手に入れろって書いてあるわ。アルカナ、なんかいろんな、もうすでに結構いろんな施設が整ってんだね。これか、ファーストエディション、クエストビギン。あ、ファーストエディション is a、 なんだろうこれ。すごい大事なとこなんだけど、飛ばさざるを得ない。R 押し込むと、本を見ながら、あ、オブジェクトをスキャンできるのか。ん？ちょっと待って。スキャンするとどうなんだ？あ、スキャンすると多分これだな。ここの中に入るんだ。はあ。収集要素はこういう感じね。手に入れた瞬間にあれするとかじゃなくて、ゼルダみたいに写真撮ったりしないといけないのか。まあ、これはこれで面白いか。本の中に記録していかなきゃいけないんだね。それなんか魔法使いっぽいな。それはそれで。OK。ホイールが繋がった。これか。クロノマンサーズホイール。Is a god machine that roll back time。時を戻せるみたいな。Return。アッセントギア、ストゥアズ、ダメだ。ダメだ。おっと、これは何ができるマシンなんだろう。ロールバックタイム、やってみるか。とりあえずクエストはコンプリートした。おお、なんか動き出してる。止まった。独特な動き方。そして次のどこでもドアに進めるようになっている。ドアはいいね。行くぜ。ドアはいい。オッケー。おっと、新しい場所に移動。オープンマップね。結構広くね。なんかやっぱさっきはチュートリアルだったから狭かったんだ。めっちゃ広いんでは。まあ、ここら辺もちょっとドンスタっぽいね、やっぱりね。おっと、いた。ヒールだ。バレット。ディストラクションバレットか。ビルド、ディストラクションバレット。なんかずっとしたよね。弾丸なくなったらどうなんだろうってずっとしたけど。ここで作れるのかな？ここもあれがないと怖いけど、セレクトザビルドスロット。セレクトはビルドトゥークラフト。とりあえずこれ選択しても、これ選択するしかないから、クラフトするんだけど、木で作れるんだ。木めちゃくちゃあるからな。ちょっと待って、木で、あ、300、めちゃくちゃ作ったわ。まあ木でこれだけ作れるんだから、もう全然大丈夫そうだね。何でも壊せるのかな、この世界は。魔法の弾丸打ち込んでるみたいな。それはそれでかっこいいな。なんか弾丸もいろいろ多分増えてくるから、炎の弾丸とか爆発する弾丸とか、なんかそこら辺増えてきそうで面白そうだね。でこれドンスターと一緒でマルチプレイできるって話なんで、うわー、なんかいる。これ敵かな、この猫ちゃん。猫ちゃん、猫ちゃん、待って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 、猫ちゃん。これスイッチ版出るかな。今のところかなりいい感じだね。
ドンスターとかはかなりスチーム版マウスに特化した動きしてたけど、これ今マウスで一切プレイしてないんで、コントローラーで、完全にコントローラーのみでプレイしてるから、そう考えるとかなりコンシューマーに特化したゲームな気がするね。デヒルダもファーストエディションか。ビルドザワールドビルダーアファニチュアガン、新しいガンを作れか。オープンインベントリー、お、なんか新しいガンっていうか、これハンマーじゃね。ワールドビルダーか、世界を作るもの、合ってる。あ、猫ちん、これか。ワールドビルダー can be used to construct and destruct building。 いろんなものを作れるようになるって感じかな。壊したりっていうよりも、もうなんか作ろうとしてることが結構重要な要素な気がする、このゲーム。ヌッコがめっちゃ近寄ってくるんだけど、とりあえず作ってみるか。拠点の真横に、だからその分ちょっと生きるドアの真横っていうところがあんまりシビアじゃないかもね。いい意味で。武器変えたりできんのかな。おい。これか。ベーシックファニチャー。ファニチャーね。スモールチェスト。アルカナバンク。あー、なんか理解してきた。スキャンしたものが作れるようになるって感じか。もしかしたら。あ、違う。これ単純に作れないんだ。赤になってるから作れないんだ。スモールチェストだったらいけるだろう。銃で壊すんじゃなくて、なんかハンマーみたいなのはやっぱ欲しいけどね。うん。ワールドビルダーは、オール全部ゲット。クラフトできるアイテムだね。で、いらなそうなアイテムをぶち込めると。とりあえず、ウッド。いらないから、移動させる。めっちゃオイル。ドロップアイテムって捨てるか？もしかして。捨てちゃった今。メタルスクラップも入れる。うん、テイクオール。世界観めっちゃいいんだけどね。結構多いね、まあ、そういう意味でこのゲームドンスターを参考にして、いい意味、いいところを優しくしてあげて。チェストか。いや、ドンスター、それに対してさらにチェストがこんなバトルの要素もつけて作れるとは。コンシューマーでしっかり楽しめるようにしたってこという感じがあるかな。スキャンする、スキャンするでしょ、ね、ドンスターの世界観はかなりいいんですけど、スキャンすると黒魔導士魔法使いを受け入れられるかどうかっていうのはちょっと、ね、ワールドビルダーのようなところではある。作れるようになるんだよ、ローディングベンチ。昔の FF 好きな人はもうがっつりいけそうだけど、うん、でメタルスクラップが必要か。アルカナは結構使うぞ。アイロンインゴットとウッド、ウッドがあれば作れる。ウッドで作れるやついっぱい作っていこう。うん、だんだん分かってきたね。英語いけなくてもなんとかいけるもんだ。で、ヒルダとトークすれば OK。 ビルドアローディングベンチインザタワー、タワーにベンチ作れって、なんかくれた。サンキュー。ギアもらったぞ。ギアがあるとなんかが起きる、先に進めるようになるって感じかな。じゃあこれタワーに戻ってみ、タワーに戻ってみますか。で、タワーに戻ってこれをセットすると、先に進めるようになるんじゃないかな。ビルドアローディングベンチインザタワー。OK、繋がってる、繋がっていく。ロールバックタイム。ロールバックザワールド。これマジで何が起きてるのか全くわからんけど。とりあえず別の場所に進めるようになるってことは分かった。ん？何？時間が進んでいく？何？カオス is now breaking apart the world。 カオスが出現するようになった的な？やめてくれ。ギアーズコレクテッド4か。もうカオス倒さないとアルカナが手に入んないからな。結構カオス倒すのは重要な気がするんだけど、とりあえず戻ってみるか。これまた同じ場所に戻ってきているよね。戻ってきてない気がするな。新しいマップになってる気がする。
完全に新しいマップになってる。毎回マップ変わるのか。マーチャントです。で、これスキャンするか。これはなんだ？インプット、メタルスクラップをぶち込むと、何かを融合するとか？感じか。メルトメタルスクラップイントゥインゴット。インゴットを作るのか？これで。何かと何かを組み合わせて。これか、アイアンインゴット。なんか適当にやったらそうなったけど、木と混ぜちゃって大丈夫なの？うん、生成してるね。また猫ちゃんいるわ。なんでここではどっちかっていうと、多分タワーの中にいろんなこの、今回あれがないんだよね。バレットを作るやつがないから、バレット作るやつをまたこっちでも作んないといけないんだよな、きっと。あ、右上の、何気あれだね。昼と夜、朝と夜が切り替わってたんだね。あんまりその切り替わってる感はないけど、天候が。暗いから、全体的に。で、このタイマー内に、タイマー内に、カオス、あ、来た来た来た。もう倒したいんだけど、アルカナゲットでプラス30分か。どんどんカオスを見つけないと。こいつね、意外に強いんだよな。てか武器が弱いんだよな。カオスどこだ。お、誰かいる。ちょっと待って、襲ってくる。襲ってくるんかい。ちょっと待って、なんか持ってるけど、いきなりあなたたちと戦うのはきつい。めちゃくちゃバトってるやん。うわうわ、もうちょい。オッケー。で、コイン持ってる方を倒さないといかんぞ。どこ行ったどこ行った。テリトリー抜けると元に戻るタイプのやつか。いやー、なんだ、突っ込み攻撃一番危険。いた、コインのやつ。くぅ、これは一人じゃきつい。そしてカオスもいいんだよ、カオスも。時間がない。おーっつ、 200?200 って何？200ダメージも食らうの。びっくりした。200ダメージはちょっと食らいすぎよ。体力どこで回復するん？これか。あ、ちょっと回復した。オッケー。19秒。あと1個。ギア1個し、ギア1個手に入れただけだ。料理はまだできないし。来た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 。押しっぱなしで撃ってくれるのはすごい助かる。倒したか。夜に切り替わったね。うお、なんか降ってきた。何？この突っ込んでくるタイプ、これマジで危険。ハウスは星から切ってくるのか。ちょっと待って待って、なんかめちゃくちゃ増えたろ。こんな増えることある？めちゃめちゃ、めちゃめちゃ降ってきてる。カオスめちゃくちゃ来てる。
カオスデイとかあるのか。いや、なんかすげえ食らった。うわうわ、ちょっと待って待って、すげえ降ってきてるじゃん。カオスまみれだ、マジで。カオスにカオス。あ、そして踏むとダメージ食らう。踏むとダメージ食らうんか。うわうわうわ、ちょっとまずいなこれ。死んじゃう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 。さすがにきつい。うおう、カオス、マジでカオスじゃん。本当にカオスるなよ。ちょっと待って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 くれ、時間が経過しちゃったからか。時間が経過するとカオス祭りが起きるのか。いやいや、祭りすぎる、祭りすぎるだろ、いくらなんでも。これどうすりゃいいんだ。ゼルダのコッコみたいに終わらんのか。どっかに逃げないと。めちゃくちゃ迫ってくる。どうしようどうしよう。タワーまで逃げたい。ヘローとか言ってる場合じゃないよ、ヒルダ。やばいよやばいよ、逃げさせてくれ。体力回復した。一回こっちに帰ってくると体力回復するんだ。でもなんか終わっちゃってる気がする。 OK、 ホイール1個はめた。ギア1個ゲット。いやちょっと待ってくれ、さすがにきついぞこれ。そもそもあれなんだ、ギア集めないとロールバックしないと戻れないのか。で、5分以内にってこと？ 5 分以内に戻ってこなきゃいけないんだ。5分以内に戻ってこないとあのカオスがまた発動するのか。そういう条件ね、今。だからなんか作ってる場合じゃないぞ、これ。なんかいる、なんかいる、なんかいる。なんかいるぞ。いた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 。うっと。何投げてきてんねん、手裏剣？結構、近距離攻撃もやってくんのか。これナイフ攻撃とかもできるようになるかな、いずれ。おお、なかなか厳しい攻撃仕掛けてくる。近距離攻撃やってくれよ。近距離攻撃はやってくれないか、やっぱり。ちょっと待って、まずいまずいまずい。どこ行った、どこ行った、どこ行った。もうちょいもうちょい。逃げてるぞ。逃がすかい？いや、逃げんだよ。逃げんだよ。こっち時間制限あんだから。OK。で、このマップには1個ずつしかないのかな？と、ここに星はついてるな。今ここにいるでしょ？星ついてるところにいるのかもな。でももうあと20秒。来た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 。もう来てる来てる。もう来てるもう来てる。早いよ。顔するの早いよ。この辺も作れるようになるといいけどね。いた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 。やばいやばい、もう来てる来てる。逃げる逃げる逃げるしかない。もう、ふう、危な、マジで危な。ロールバックタイム、頼むぜ。オッケー、あと2個。今回のミッション、どんどんミッション果たしていく系のゲームなのか、ちょっと意外でしたね。まあ、嫌いじゃないけど。なんだあいつ。敵じゃない。味方か？オープンマップ。あ、マッ
ップなんだ。おお、あそこにギアがあるぞ。マジで助かる。マジで助かる。ずっといて、必ず出てきてくれる。川があるな。これ渡れるか。オッケーオッケーオッケー。今回は時間ありそうだ。待って、もう場所見つけてるから。どこにギアがあるか。痛い。おーっと、ちょっと待って、めちゃくちゃ強そう。100も食らった。そのツッコミアタックしてこないでくれよなあ。中ボス、もはや中ボスどんどん強くなるな、敵が。おう、ちょっとまずい、ちょっとまずい、ちょっとまずいぞ。ちょっとまずい、ちょっと待ってね。ちょっとお待ちください。どうやって使うの、どうやって使うの。危ねえ危ねえ、マジで危ねえ。危ねえ、だんだん上だな、マジで。これは避けたい。ずっと追ってくんね。距離取っちゃえば OK。 いや、カオスさん、カオスさん邪魔。 OK、 もう倒す。危ねえ、来たう。これ終わったらあとは近くで素材系をちょっと回収していこう。本当はもしかしたらあと1個とかあったりするんじゃないか。ここら辺行けたりするから、なんかできそうな気がしなくもないけどね。下の方行ってみよっか、もしかしたらなんかあるかも。ダメだ、ダメ、行こう。この状態で X を押したまま、もう一回 X を押すんだ。あー、ややこしいな。まあでも、一回分かれば、慣れだな。これは慣れの問題だな。ロールバックタイム。で、あと一個、この青いやつを見つける感じかな。いやね、こいつらもね、結構強いんだよね。あー、いた。猫の大ボスみたいなやつ。猫の大ボスみたいなのがいる。追いかけてくるぞー、こんな狭いとこで。うっす、危ない。これをどかさないといけない。雑魚ヌッコたちが攻撃してこないから、まだ助かる。で、カオちゃんが来ないで、カオちゃんは。オッケー、こっち来る？よっしゃ、そこにいる間に。いや、ちょっと今の位置にいたのよかったな。うわ、食らっちゃったか。いや、障害物が結構多くて邪魔、戦いづらい。しかしダッシュができるのがマジ助かるな、このゲーム。オッケー、倒した。で、カオスとヌッコはちょっと仲悪いみたいね。よし、帰ろう。あと1分しかないから、もう今日は目的さえ果たせればオッケー。ドアウェイに帰ってきた最後のギア手に入れたんで、ここにはめてみましょう。ホイールにロールバックタイム。
でまたどんどんつながっていく感じか。でクエスト完了したんだけど、まだどんどんつながっていく感じだね。これをどんどん増やしてやっていくのか。でもなんかカオスタイムがどうしても入っちゃうから、このカオスタイム何なんだろうな。なんかデイ1とかデイ2とかあるけど、カオスタイムがある以上デイ1とかデイ2とかやってる場合じゃないんだよね。カオスタイムが強すぎて。はい、こんな感じでウィザード・ウィザー・ガンプレイしてみましたが、いかがだったでしょうか。一応デモ版ね、英語だけなんだけど、チュートリアルも比較的優しくてなんとかプレイすることができました。デモ版をやった感じではクエストベースのアクションサバイバルって感じなんで、そこまで自由度があるのかちょっと何とも言えないとこだな。まあ個人的にはインターフェースとか、まあこの魔法使いの世界観とかすごくよくできてるなという印象を受けました。キーボードマウス操作じゃなくて、しっかりコンシューマーを見据えたコントローラーでプレイできるように作ってるっていうのはすごくありがたいなと思いました。このゲームウィザード・ウィザー・ガンは2023年発売予定になってますので、ウィッシュリストに入れて楽しみに待ちましょう。それではこの動画面白かったらチャンネル登録、高評価ボタンの方もぜひお願いします。ここまでは ATAT インディーゲーム沼でした。じゃあね。